本日はですね臓器官コミュニケーションを高めて健康長寿を実現するという題で、まあ、約1時間ほどになりましょうかあのお話しさせていただきたいと思いますがあの私のワシントン大学の研究室からのですね最新の成果をあの盛り込んでお話しさせていただきたいと思います。私の講演会ではでではきる限りあのサイエンティストがですねリアルに どういう形で研究を進めてどういうデータを得てですねそれをどう解釈してまあ科学というものを進めていくのかというものをお伝えしていきたいと思っておりますので実際にですねその私たちが論文で使うようよなデータをそのまままお示ししますもちろん私がそれがどういうことを意味しているのかということをあの解説させていただくんですけれどもまあですから中にですね 多少難しい部分が出てくるかもしれませんができるだけあの優しく解説していきたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。で早速ですけれどももちろんこの皆さん老化と呼ばれる現象がどういう形で進んでいくのかということはまああの家族の方々 まああの,他の方々いろいろご覧になってですねもうよくよく分かっていらっしゃると思います。でこれはですね私の講演の度にいつも使う写真なんですけれども実際にご家族の3人の方なのかそれとも3人の女優さんなのかそれはちょっと分からないんですけれどもこの写真の中にさまざまな廊下の兆候を見て撮っていただけると思います。 あの髪の毛が白くくなっていくとそれから皮膚にもしわが寄っていくそして体の中ではですねいろいろな臓器の機能がだんだん落ちていってですね、まあ、目もしょぼしょぼしてくるし足腰も痛くなってくるしあのだんだんつら、まあ、い部分も出てくるかなというそういうプロセスであるわけです。で老化という言葉自体はですねこう全身性の機能減体。 機能がだんだん落ちてくることを意味しています。で、英語ではですね、実はシネッセンスという言葉で呼ばれるものが老化にあたります。それと、私たちはですね、厳密な意味では。え、加齢という言葉を区別しております。エイジングっていうのは、実は加齢と訳されておりますけれども。加齢というのはですね。時間の経過とともに起こってくる現象すべてを含んでおりますので。必ずしも機能減退を意味しない。ですから。 えー、この白髪になってくるっていうのはですね、まあ、単にこの白髪を持っているだけでは特にその体の機能が何かこう障害を持つということはありませんので実際にはとと呼ばれれるる現象として、まあ、あの認識されるわけですねただあの私たちはそういう「加齢」っていう現象と「老化」と呼ばれる現象を区別するんですけれども今日はですね、まあ、あの説明の簡単さといいますか分かりやすさをとって 老化という言葉で全体をご説明させていいいたただきたいと思いますでもちろんですね皆さんニュース等々でご存知のように今や日本をはじめですね世界の多くの国で社会が高齢化さらに言うと超高齢化を迎えつつあります特に日本はですね老化のスピードが非常に速い国で、まあ、イタリアも実は速いんですけれども。 もうすでに超高齢化社会に突入しているわけですで、まあ、それに輪をかけてですね、まあ、少子化の問題があるということはあ皆さんご存知だと思います。でこの超高齢化と少子化の組み合わせこれがですね、まあ、非常に大きな経済的社会的問題を引き起こしてくるということは皆さんもう先刻ご承知のことであると思います。じゃあこういった問題にですね どのように対処していけばいいのか、どういった回答があるのか。実は私がこういった講演をする機会があるごとに強調させていただいているコンセプトがあります。それがプロダクティブエイジングというコンセプトになります。実はこの言葉自体はですね、私の造語ではありませんで、アメリカにですね、ナショナルインスティテュートオブヘルス NIH と呼ばれている機関がありますがその下部組織に National Institute on AgingNIA と呼ばれている老化研究専門の機関があるんですけれどもそこの初代所長でいらしたロロババーート・バトラー博士がが作られた言葉がこのプロダクティブエイジングですでプロダクティブエイジングというのは私たちが年をこう取っていった時にですね でできるる限り健康でいられるようにするまあこれはまあ当たり前といえば当たり前なんですけれどもそれと同時にですねできるだけ生産的なプロダクティブな老後を送れるようにするそれは私たちがですね健康を保って私たち自身の生活をフルにエンジョイすることができるようにするためにもそして同時にですね社会に貢献し続けていくためにもですね 生産的であるそういう老後をですね実現するそのコンセプトがプロダクティブエイジングになるわけですですから究極的には私たちのこの老化寿命研究というものはこのプロダクティブエイジングを実現するためにある何も単にですね寿命を伸ばすためにやっているのではないということが言えると思います。でで実はですねこれ プロダクティブエイジングっていうのはまあこれ英語の単語になりますけれども日本語ではもっと分かりやすい言葉がありますそれはピピピピンコロリピンンピンココロロリリでプロダクティブエイジングはピンコロ人生を実現するっていうことです単純に言えば。ただですね残念ながらこのピンピンコロリとかピンコロっていうのは例えばオックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーにもまだ載ってませんので外国の方に説明するときに何のことかわからない。 いうまあ難点はあるんですけれども、まあ、日本にいらっしゃる方々の場合にはですねこのピンピンコロリをどうやって実現するのかということですねそれが、まあ、プロダクティブエイジングの,あのポイントになるというふうにご理解ください。でこのピンコロ人生をじゃあどうやって実現するのかでこれはですねまああの言うほどら簡単じゃないわけですねこれを実現するためにはこの老化と寿命のメカニズムというものを根本から理解して その理解に基づいてです、ね、その考え出された方法論を社会に実装していかなければいけないということになるわけですで私のワシントン大学の研究室では、まあ、2001年からですからもうすでに22年以上研究を続けております私自身はです、ね、1987年から老化寿命研究をしておりますのですでに36年以上研究をしておりますけれども そういった成果をですねいかに社会に実装できるようにするのかということがポイントになるわけですでこういった点でですねじゃあどんなことが分かったらどういう理解が得られたらこの老化という現象を理解したことになるんでしょうか例えばですね簡単に言うと私たちの脳ですね脳みすも老化します心臓も老化します腎臓も老化します とじゃあ脳の老化の様子を詳しく調べれば私たちの体全体に起こっている老化っていう現象を理解できたことになるのかじゃああるいは心臓の老化を詳しく調べればその老化全体を理解したことになるのかおそらく皆さんそういう問いかけをしてみるとですねいやそれはちょっとなんか部分的には大事なことだけれども全体を理解する上ではちょっと足りないかもしれないなってこう直感的に思われると。 思うんですねで、実はその直感は正しくてですね私たちの体の中ではですねすこの全ての臓器がそれぞれバラバラに働いてるわけではないんですね。お互いにちゃんとコミュニケーションを取って連絡を取って私たちのこの体の機能を正常に保つようにしてくれているわけですで、それを考えるとですね何がわかれば老化を理解したことになるのかこのためには今日のテーマである この臓器間コミュニケーションまあこれ「臓器連関っていう言葉もあるんですけれども、まあ、簡単に言うとですねこの私たちの体の中のさまざまな臓器がどうやってコミュニケーションをとってこの体の機能のバランスをとっているのかこれがどうやって崩れていくのかそれがですね老化の本体になっているというお話をしていきます。で 過去20年くらいの間にですねこの老化寿命の研究の分野は非常に大きく進歩しました。で私たち研究者はですねこの老化寿命の制御を行っているいろいろなシグナルが伝わる制御系あるいは制御因子といったものを発見してそれの機能をですね詳しく調べてきました。ですから この20年の間にこの老化寿命の理解というものは非常に大きく進んだんですけれどもまだ十分ではないしかしですねここで重要なのはこの老化を理解したことになるのかどうかという問題はもちろん完全に全に体を詳ししく理解したわけではないですが実はですね今は少なくとも動物のレベルではですね私たちが 遺伝的的にに人為的な操作を加えることによって老化を遅らせ寿命を延ばすことができるようになっていますですからそういう人為的な操作を加えて老化のプロセスをですね操作できるかどうかという意味ではそういうことができる時代になっているということが言えると思います。ですからそういうことができるということはですねそのレベルまでの理解には我々は達しつつあるということですね。 で問題は当然それを人間に応用することができるのかということになってくるわけですが、まあ今日のお話はですね、まあそこに行く可能性を含みつつ、この臓器間コミュニケーションというものがいかに重要な役割を果たしているのかというお話をしていきたいと思います。で、その中でですね、この最近10年くらいの間に。 えー、この老化寿命の研究の分野でコンセンセサスになってきたことがありますそれがこの NAD という物質が加齢とともに私たちの体のいろいろな臓器で失われていってしまう減少してしまうでそれがですね老化と呼ばれるこの全身性の機能減退の原因になっているということなんですね。でこのという物質 今日この n a d という言葉が何度も出てきます。これはですね、実は。ニコチンアミド。アデニンジヌクレオチド。という長い名前の。化学物質です。でそれを縮めて n a d と言ってるんですけれども。まあこの中にですね、お若い頃に生化学の勉強をされた方もいらっしゃるかもしれないと思うんですが。生化学の教科書にはですね、この n a d という物質が。 必必ずず出てきてき勉強することになっていますでこの NAD という物質それからこれのお、まあ、類縁の物質で NADH っていうのもあるんですけれどもこの NAD と NADH っていう物質がですね酸化還元って呼ばれる反応に重要な役割を果たしますっていう勉強を普通はまあ今だと高校くらいですかね中学かな高校くらいでまあ勉強することになるんですけれども。 この NAD という物質は実は全ての生物がその生命を営むために必須になっている物質なんですね。この NAD なくしては生きられないんで,すでそういうですね重要な物質が私たちの体の中で失われていってしまうそれが老化の重要な引き金の一つだということが分かってきたわけです。でこれはですねその模式図ですね。 NAD が減ってきてきしまうそうすると私たちの体のいろんな臓器で必要としている NA d の量よりも下回ってしまうとそれぞれぞ問題が起こってくる例えばここに書いてある膵臓の β 細胞というのはインスリンっていう血糖値をあの私たちの血液の中の糖分の値を下げるホルモンですけれどもこの膵臓の β 細胞は NAD の下がりにかなり敏感なんですね。 でインスリンの出が悪くなってきてしまいます。そうすると当然インスリンの出が悪くなるとですね全身性の影響が出てくる。で同じようにですね今日あのこれからお話ししていくんですけれどもこの脳の中にあるある種のこの神経細胞も NAD の下がりに非常に敏感です。ですから NAD が得られなくなるとその問題を起こしていくる。でそうするとですね脳の特定の機能がだんだん悪くなっていくっていうような現象が起きそれが全身性に広がる。 ですからこの NAD が下がってくるとあるそういった NAD の下がりに敏感な細胞が最初にやられてですねその影響が全身に広がってくるという形でこのだんだん全体が悪くなるというような形になっているんであろうというふうに考えられるわけです。でそれが、まあ、老化という形で捉えられる。まあ これがです、ね、専門的な用語で言うとこの体のですね、まあ、日本語では「頑強性」っていう言葉で言うんですけどもこの私たちが持っているシステムをどういうふうに保つかきちっと保てるその保つ能力のことを、まあ、ロバストネスって工学用語なんですけどもあのロバストネスっていうような言葉を使って言うんですけどもこのロバストネスがちゃんと保たれてるうちは私たちは健康でいられるところがこのロバストネスがですね崩れてしまうと そこからいろんな問題が起こってくる。ということで老化というのはこのロバストネスの変化繊維と崩壊の過程だというふうに言うこともできるという考えができるわけです。でまあそういうこの難しいことはさておきじゃあエネルギーが下がってきてしまうんであればじゃあ下がらないようにしてやればいいじゃないかという考えが起こってきたわけです。でそのために実は使われる物質 それがおそらく皆さんもうすでにあのよくご存知かもしれませんが NMN と呼ばれる物質これともう一つですね類縁の物質でニコチンアミドリボサイドという物質があります, NR と呼ばれていますこういった NMN とか NR という物質が、えー、NAD に変換されるのでそれを投与することによって NAD を保ってやろうじゃないか。 というここにあるです、ね、ブースティングと呼ばれてている考えがあ起こってきたわけですで今や世界中の研究者がこの NAD ブースティングの研究を進めておりまして今のところですね少なくとも動物の研究のレベルでは非常に有望であって、えー、顕著な高老化作用そして老化に伴って起こってくるさまざまな疾患の改善作用があるということが膨大な数の研究成果から既に証明されております。 で現在はそれが人でも成り立っているかどうかという研究が進んでいるところですね。でじゃあその NMN の研究これはですね私のワシントン大学の研究室はこの NMN の研究を世界で初めてえ行ってですねその結果をずっと発表し続けてきたんですが実はえ私のラボのこのスタッフサイエンティスト、まあ、ラボのマネージャーなんですけれどもキャスィーとですねこの日本から来たあ ポスドク研究員の吉野純先生これはですね、まあ、私を見ていただければ分かると思うんですが10年以上前の写真だと思うんですがあのはい「チーム n m n ということでもうこのぐらい昔からですねこの NMN の研究をずっと続けてきたわけですでこの2人がですね非常に重要な役割を果たしてきましたでそこでまず分かってきたのはこれ2011年ですからもう12年も前になるわけです。でまず最初にに私たたちが明らかにしたのは まあマウスもですね。まあ私たちこの黒いまあこのぐらいのサイズの実験用のマウスを使うんですけれども、このマウスも二型糖尿病になります。例えば高脂肪食を食べさせると人工的に二型糖尿病を引き起こすこともできる。またですね、ずっと飼い続けて老化させるとですね、二型糖尿病を自然に発症するマウスも出てきます。これ結構大変な実験なんですけど。 まあ、あのそうやって自然発症の新型糖尿病も認めることができるでそういうマウスはですね実はこの NAD を作り出す能力が落ちてるだから NAD が減ってしまってるっていうことが分かりましたでその結果ですねこれからお話していきますがその NAD に反応してですねいろんな重要な機能を果たしているサーチュインの一つ実はサーチュインと呼ばれる酵素の一つであるサーティワンという酵素がですね 働かに働きにくくなってしまうということが分かってきました。そこでここにですね。実は NM n を与えてやると、この2型糖尿病の症状が劇的に改善されるということが分かったわけです。で、そのさらに5年後はですね。今度はこういう糖尿病っていう病気のマウスではなくて、普通に健康に老化していく。マウスに1年間12ヶ月にわたって。ずっと nmn を投与する。 いう実験を行いました。でその結果でですね驚くべきことに NMN はさまざまな高老化作用を示すということがはっきりとわかりました。で、えー、全部をですね今日詳しくちょっと説明する時間がないので簡単に例だけ開けますと例えばマウスもですねこう年を取ってくるとだんだん太ってきます。ところがですね NMN を飲ませたマウスっていうのはそう太らないんですよ。 でじゃあ太らないから健康じゃないのかと思うとですねそうじゃなくて健康で結構よく食べてるんですね食事を。じゃあなんで太らないのかそれはですね体のエネルギー代謝が活性化されていて効率よくこのエネルギーを燃やすそういう機能が高まっているということが分かったわけです。ででその他にもですね あの目の機能が改善されているとか、骨密度が高まっているとか、免疫細胞の数が上がっているとかですね。そういうもう非常に多岐にわたる効労化作用が認められるということが証明されたわけです。で、実はこの2016年のこの論文がきっかけになってですね。爆発的に世界中で nmn の研究が行われるようになりました。で、それによってですね。もうすでに膨大な数の論文が出てるんですけれども。 まとめますと NMN は確実に高老化作用がある少なくともマウスとかラッとそういう動物実験のレベルで確実に高老化作用があるそれから主要なです、ね、老化関連疾患と言われるような例えば糖尿病アルツハイマー病それから心不全動脈硬化そういったですね疾患に非常に顕著な改善作用があるということも、まあ、証明されてきました。じゃあ人ではどうなんだ ということになるわけでですね。人で聞くんだろうかで。これは非常に大きな問題なわけですがこの問題に取り組んだのがですね私のワシントン大学の長年の同僚であるサミエル・クライン先生。このサミエル・クライン先生は、えー、お医者さんなんですけれども糖尿病と肥満の研究の世界的な大価の先生です。 でもうその当時はですねこの先ほどあの若い頃の吉野先生の写真が出ていましたがこの吉野先生はワシントン大学でファカルティになってご自分のラボを持っていらしてですねでこの吉野美穂子先生もお医者様なんですがこのお二人そしてサミエル・クライン先生と私のグループでですね共同の臨床治験グループを作りまして NMN の臨床治験を行いました。 でその結果です、ね、分かったことはいろいろあるんですけれどもまず NMN を経口で摂取すると、えー、間違いなくです、ね血,中でえー、血中にある細胞でですね NAD のおレベルが上がる大体ですねこれはあの今回のこの臨床研究はですね 全糖尿病状態にある肥満内視は過体重の女性。ということで糖尿病じゃないんですけれども糖尿病の方向にちょっとだけ症状が進んでいるそういう方々です。でこの方々に NMN を投与したと,と NAD が確実に上昇したそこで何が起きたかといいますと実は私たちの臓器例えば筋肉にしても脂肪にしてもそれから脳にしてもですね インスリンというホルモンに反応して糖を取り込むわけですねで、このインスリンにどのくらい反応するかという指標をインスリン感受性と言いますで、実は NMA を投与すると骨格筋私たちの筋肉のインスリン感受性が25%増大するという結果になった要するに25%ですねインスリンに反応するしやすさが上がったということが分かってきたわけです じゃあ一体この25%ってどういう数字なんですかということになりますが実はこの25%はですね10%体重を落とした時にインスリンの感受性が改善される効果にですね匹敵しますですから体重が例えば70キロくらいの人だとすると7キロ体重を落とした時にインスリンに対する反応性が改善される効果に匹敵するですから どれだけ優位な数字かっていうのがお分かりになっていただけると思うんですけれどもあるいはですね実はもう使われてはいないんですが糖尿病の治療のお薬にですねトログリタゾンというものがあるんですがこのトログリタゾンでですね12週間治療した時の効果に匹敵するですからこの臨床研究の結果としてはですね NMN は確実に人でこで優位な効果があるということが証明されたわけです。 でそれだけでではなくてですねこれは私たちにとって驚きだったんですがこの骨格筋っていうのは私たちが持っている筋肉っていうのはですね再生する能力を持っているんですね。でその再生すする際には特特別別なな細胞がが関与して特別な遺伝子が動きますでその筋肉の再生を促す特別な遺伝子がですねのここにあるのはその筋肉の再生にかかっている、えー、特別な遺伝子群なんですがそれがですね軒並み NMN の投与群で 上がる要するに筋肉のですね再構築を促す働きが高まっているということが分かったわけですこれはですねマウスでは分かっていなかったことが人の臨床知験をして初めて分かったんですねですから骨格筋にかなり作用があるということが明らかになってきましたで一つ不思議なのは先ほどですね この骨格筋のインスリン感受性が高まるっていうお話をしたんですが普通はですね骨格筋のインスリン感受性が高まっている時は脂肪とか肝臓とかですね他の臓器も同じことが起きているのが、まあ、普通に認められることなんですが n これはですねかなり特別なことでどうしてそうなっているのかということが まだ分かってないんですけれども私たちはこの効果はもしかすると脳から来てるんじゃないかということを今疑ってます。この話はですすね最後の方ででもう1回ままたた簡単に戻ってお話しいしいと思いますでこういうことでですね、まあ、今現時点においては日本からも例えば東大阪大それから富山大っていったような大学それからある企業の方々の研究グループからですね かなりの N N の NMN 臨床試験の,の論文が出てきているんですけれどもやはりですね筋肉に関係するような効果例えばですね歩く速度が改善されたとかですねある筋力が改善されたというような報告もありまして NMN が人でもまあ有望なんではないかということが考えられるようになりました。私たたちのの場合は、まあ、今申し上げたようににこの前糖尿病状態にある 過体重あるいは肥満の平成後の女性に二百五十ミリグラムパーデイですねで十週間の投与これによって骨格筋のインスリンに対する反応性が改善され骨格筋の再構築の作用が促されたという結果になったわけですただ今申し上げたようにどんなメカニズムでこんこういうことが起こっているのかというのことがまだよく分かっていないそして男性でも同じことが起こるのかこれがですねまだよく分かっていない。 ですねなので実は今ワシントン大学では第2次の臨床試験が実施されていますが皆さんご存知のようにコロナのためにですね大幅に遅れておりまして、えー、まだ現在進行中ということとでありますますめますと少なくとも動物のレベルでは NMN は確実に高労過作用がある。で人ではですねまだ こういった臨床的に非常に意味のある効果が得られるという知見が蓄積されてきてるんですけれどもじゃあ高老化と呼べるのかといいますとまだそれにはちょっと、えー、時期少々じゃなないいかなと私は思っていますただこれからですね、まあ、2年なり3年なり5年なり経ってさらに臨床研究の結果が蓄積されてきた時にそれを総体として評価した時にあこれは老化を遅らせると。 いうような形で考えることができる効果があるなと分かればですね、NMM も人において功老化作用があるというふうに結論付けられる日が相当多くないうちに来るかもしれないと言えると思います現時点においては限定的ではありますが有用な作用が人で認められるというのが多分あの正しい結果ということになります